いや見てめっちゃいい色してるね。オレンジとかさ、ね、黄色とか、ね、緑もちょっと残ってたり、うんうんうん、そういえばね、うん、この近くに鮭の遡上が見れるところがあるんだって。行ってみない？行く行く、ね、行こう。今日はイクラ作り体験をしに石狩亭さんにお邪魔しています。泉の支配人、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お湯で、洗うっていう40度から50度の塩のお湯、タレを作っておかなくちゃいけない。でそのタレを作っておいて、タレにつけて最低3時間くらい置いておくとすぐ食べれるようになる。こういう風になってますね、はい、この中に入れまして、ポロポロポロっていくと、おーい、わかる、このこねてく感じが、こっち来る、はい、難しい。先ほど言ったあの漬けだれありますよね、はい、あれに漬けてもらいます。はい、ここに入れるんですね。できたね、すごい美味しそう。ありがとうございました。うちの自慢の、光鍋がございますんで。やっぱ石狩鍋には山椒が合うよね。だよね。このいくらかけちゃおうかな、お、いいね、じゃあいくらと鮭で食べちゃおう。お、うん、鮭の味とオクラの甘さすごい合う。うん、うん、いいな、欲張り。缶詰作りを始めましょう。はい、はい、缶詰をお手元に3つ用意してください。入れたいもの、もしお持ちでしたらこの中に入れていただく、もしくは折り紙で酒を加えたクワーサー、旧長野商店にちなんで半点ですね。おー、はい、かわいい、はい、ありがとうございます。こちらがメッセージカードも用意してますので、もしよろしければ思い出に、どうしようかな、何入れようかな。石狩砂丘の風資料館は、海、川、河口の自然と歴史、縄文時代の砂丘の人々についての展示をしています。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。で頭を落とそうよって時はこっちへ流す。うん、これ何かっていうと自動で頭を落とす機械なんです。あ、はい、
ていますか。急速凍結庫マイナス40度まで。どこだっけ。ゆっくりだ。卵が降りてきて、コーデックスが出るときどんどん取っていくんですけど、これもね、部屋から部屋で移動するだけでやっぱり考え手間を考えたら、なんだ台車で行けばいいじゃないかって言うんだけど、うん、そうですね、だいたい60トンの魚を処理すると魚、卵が、8トンぐらい出ますから、8トンの魚を運ぶよりもう常にこう、ね、コンビニを使っています。柔らかい。これでね、あの上を通していく卵を運んで、すごかったね。ね、もうすごい綺麗だし、そう、ね、まあ、清潔ね、気をつけてるよね。卵だってさばいてそこから触らない、ずっと持っていけるなんてさ、上通ってたよ、うん、ね、驚きだよね。ね、あとさ、燻製美味しかったよ、ね、とご飯と食べたいと思った。わかる。ここら辺来たらさ、お土産買って帰りたくない？そうだね。ね。やっぱりさ、もう中じゃない？だよね。行こう。行こう。ああ、シャコとハタハタ、どっちにしようかな。どっちがいいかな。どうしよう。私こっちのハタハタにしようかな。本当？うん。これ見えちゃったんだけど、このせんべい買っていきたい。好きなんだよね。中せんべい。シャコって珍しいよね。うん。なかなか見ない。うん。じゃあさ、みんなでさ、買ってさ、分けたらいいんじゃない？そうだね。そうしよう。うん。